こんばんは、まあ、愛媛スマート TV のお時間です。本日は5月20日月曜日、宇和島から生放送で配信させてもらってます。はい、はい、お疲れ様です。はい、まあ、お久しぶりでございます。ね、そうですね、はい、インスタライブでも言いましたけど、はい、1ヶ月半ぶりぐらいですか。はい、1ヶ月半ぶりに、はい、まだ終わってなかったのかよ、愛媛スマート TV っていう。終わってない。まあ確かにね、一番最初は毎日やってましたからね。そう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 。それに比べれば忘れた頃にやってくる、うん、愛媛スマート TV、まあね、まあ楽にはなったんですけど、はい、機材のなんか準備とかが、うん、もうどうやるんだっけな、うん、みたいな感じです。まあでも何のトラブルもなくスタートできましたね。そうですね、今日見た感じなんか良さそうに見えますけど、音声とかちゃんと出てるといいんですけどね、うんうん、はい、はい、そんなことでもう早く5月終わりですよ。そうですよ、もうなんかもうこの前ね、4月の頭だったから、そうもうぼちぼちって感じでしたけど、うん、まあ、僕なんかもう4月どころかなんか正月だった気がするんですけどね。つい最近までね。だいぶ前ですね、それは、ね。あ、そんなに前ですか？それはだいぶ前ですね。いや、だってもうね、6月って言ったらもう半分ですからね。うん、うん、うん。まあ来月が6月ですけど、うん、うん、あっという間だなと。はい。はい。お疲れ様です。1年と1人。はい。はい。老朽化が進んでるんですよ。はい。体の。老朽化は、それはもう1年、1年。頭もから、はい、体も。はい。ね。いや、なんかね、気になる投稿があったんで、小泉先生はちょっとね、はい、まあ、心臓っていうほど大げさではないんですけど、うん、ちょっと脈がこう安定しないみたいな、ね、うんうんうん、ところがあって、うん、まあ、幸い医者なので自分でちょっと調整しているんですけどね、はあ、はい、そんな感じ。調整でやってたんですね、あれはね。調整、まあ、薬を使ってですね。ちょっとエイプリルフール的なやつなんですね、じゃあ、あれは。いや、そんなことないですよ。ちゃんとこう刺してますからね。ちゃんとあれ何でしたっけ、うん、あ、っけ、あれはね、あの酸素濃度、酸素濃度、あの、コロナの頃によく使ってたんですよね、うん、よく流行りましたね、うん、はい、酸素濃度と脈が測れる、うん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 、最近ね、時計のアップルウォッチでも測れたりするんですけどね。うん、すごい、うん、あ、すごいですよ。お、はい、ぜひ大谷さん、欲しいな、うん、つけてください、大谷さん、はい。はい。プレゼントしてください。はい。と、まあ、オープニングはこんなところで。はい。はい。大谷さんの近況をですね。あ、僕の近況ですか。まあ、いろいろあるんですけど、まあ、ちょっとこの前お話しさせてもらったね、うん、7月オープンのラーメン屋さん。うん、ラーメン、はい。ラーメン屋さん。大洲市でオープンするラーメン屋さんの準備を、うんうん、はい、いろんな角度から。まあ、今まで僕はここ一番屋のフランチャイズオーナーだったので、うん、基本準備っていうのは全部本部がお膳立てをしてくれるわけですよ、はい、各業者さんとの、まあ、契約だとか、うん、まあ、例えばゴミ業者さんだとか、うん、フロアメンテの業者さんだとか、そういうのは自分でやるんですけど、はい、店舗作りに関しては基本的に店舗企画部っていうか店舗作る部署があるので、うん、余計なことは僕たちはできない、基本的には。なるほど、はい、本部が、本部のデザイン、ね、お鍋から冷蔵庫から全部揃える。そういうことです。もう指定のものが全部ありますので、まあ、楽っちゃ楽なんですね。楽っちゃ楽ですけど、まあ、けどは言っちゃいけないな。まだ言っちゃう。楽は楽、もう本当楽です。で、今は逆に自分でね、まあ、今回もフランチャイズではあるけれども、うん、結構自由度が高いので。そうですね、はい、うん、まあ、まあ、地元のフランチャイズなんで。そう、まあ、でもここ一部多分きっと若かりし頃というか始まった頃はそんな感じだったんだと思いますよ、はい、うん、でそれがこれだけ大きくなって、うん、ある程度マニュアル整備化されて、はい、やっぱり本部のルールもどんどん厳しくなっていってっていうのが今だと思うので、うん、そうなんですよね、はい、だんだん標準化されていってね、はい、そう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 、まあ、よく言えば誰でも同じようにできるという感じですよね、うんうん、そうですね、うん、で、まあ、週月の方はいろいろとこう自由度が高い分、うん、自分でこうあれこれ選ばなきゃいけないというか、うん、選ばせてもらったりとかもするのでやることが満載ですと、うん、まあ、この間ね食べに行って、うん、あれこの間放送の後ですよね。
大谷さんと。ああ、そう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 、覚えてます？覚えてます、覚えてます。ぐでんぐでんになって、いやぐでんぐでんになってないですその時あのその後に行ったお店でぐでんぐでんになった。だからそこで記憶をなくした可能性があるなと思ってそのラーメン食べた後に行ったお店でぐでんぐでんになったんです。はい、うんうん、はい、だからラーメンは覚えてます。ラーメンはね、はい、美味しかったです、はい、美味しかったですよね。うん、うん、また行こうかなと。はい、そうなんです。松山一番町とね、清水町かどっかなのかな、うん、ね、混ぜそばの方が、うんうん、あとはあの一めぐりマップっていうのを、はい、あの宇和島市とタッグを組んで作ったんですけど、うん、はい、人検索ができるマップなんですよ、うん、はい、宇和島市で活躍されてる方とか、うんうん、まあ、ほぼいろいろな、あ、なんて言いますかね、ジャンルに、従事している方々が、まあ、一堂にここに昨日の夜です集まって、交流会させてもらったんですよ、はいはい、で全員、うん、まあ、まず人巡りマップができました。それのお披露目、うん、でこれから人巡りマップとして、うん、まあ、どんな活動をしていくかっていうのの、うん、あの共有する情報の共有するミーティングをまずやって、はい、その後に交流会をやって、はい、それ大元は市がやってるんですか？そうです、委託事業なんで、ああ、はい、僕らがあの異業種交流会っていうのがあって、宇和島異業種交流会っていうのがあって、うん、でそこにあの事業が委託されて、はい、でそれの運営を、はい、やらせてもらってる感じです、ね、それは大谷さんがトップなんですか？いや、トップはね、松島陽子さんって言って、はい、あの宇和島グランマとかあの、はい、があの代表なんですけど、なるほど、はい、まあ、でも実務として意味では、うん、うん、大谷さんがやってるんだ。僕とあと、まあ、制作に関してはいろいろみんなにお願いさせてもらってますけど、うんうんうん、運営管理に関してはそうですね、うん、主に僕が動いてる感じですかね。はい、はいはい、そうか、変ですね、まあ、そう、でもまあ一歩踏み出せたので、うん、まあ、あのこれから、まあ、移住、結局移住してこられる方々のサポーターを、うん、やっぱり町として作っていく必要があるよねっていう、うん、まあね、取り組みの中の一個なので、うんうん、はい、まあ、でもむちゃくちゃ移住者多いんですよ今宇和島。あ、そうなんですか。はい、知らない間に400人と書いてるんですよ。すごくないですか？いや、すごいですね。びっくりでしょ、うん、まあ、都会の人たちにしてみれば400人って感じかもしれないですけど、うん、僕らみたいなちっちゃい町に400人って言われたら、うん、ね、どこにおんねんって感じですけどね。そうですね、はい、出てきてほしい。その人たちを呼んだ方がいいんじゃないですか？あ、それはですね、今度、交流会っていうのがまた夏に準備されていて、はい、あ、移住者交流会、移住者、はい、今回は宇和島人交流会だったんですけど、うん、今度は移住者交流会って、移住されてきて、そういう交流を持ちたい方々を呼んで、その宇和島の人たちとこう交流してもらうっていう、うん、いや、めちゃめちゃ興味深いですね。だって移住して、まあ、リタイアしてきたのか、あ、そうですね、いろいろなパターンがありますよね。仕事をなんかこう発掘してやっているのか、うんうん、興味深いですね、うん、まあ、中にはね、うん、もうほっといてくれっていう人ももちろんいるし、あ、いるんだ、はい、いや、いると思います、もちろん、はい、もう都会でこう人間関係疲れてこっち来た人とかって、まあね、もう田舎行けばそういうのがなくなるからっていうのもあって、うん、多分来られてる方もいるから、はいはい、でも田舎こそどっちかというと人と人との距離近いんですけどね、うん、どちらかというと、そうですね、物理的な距離は遠いけど、うん、はい、まあ、それも非常にローカルでね、ちょっとずれたら違うかもしれないし、はい、そう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 、何とも言えませんけどね。そう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 、だからまあそういういろ、まあ、いろんな人にとにかく会って、いろんなジャンルの人を知ってれば、うん、なんか困った時に相談もできるし、いや、まあそうですよ、はい、ましてやね、災害とかっていう可能性もね、ある町でもあるし、つな、うんうん、がっとくにこうしたことないし、ね、そうなんですよね、うんうん、まあ、そんなような活動もしてます。なるほど、はい、まあ、またあと詳しく言いますけど、6月1日にご当地カレーをまたここ一番屋で販売する、うん、話がもう次から次に行きますね、はい、それをまたはあの発売、まあ、次のスマート TV でもいい か,、うん、いいかなと思ってますけどね。なるほど、何の準備もできてないですからね。もういつ放送になるか分かりませんけどね言える時言っといた方がいいですね、はいはいはい、まだでもプレスリリースが出てないの で, あ、そうで、はい、6月1日、5月30日にちょっと試食会をやって、はい、うん、で 6月1日販売開始で、うん、はい、ご当地カレーをまたやります。はい、はい、ね、ココイチも食べましょう。はい、はい、お願いします。まあ、そんなとこで、いきますかね、今日のお題です、はい、まあ、全国的な話題もやりつつ、はい、愛媛のことも言いつつやっていきましょう、はい、
はい、まあ、昨日ですね、うん、もうサッカーが、うん、プレミアリーグの最終戦とありましてね、はい、うん、今プレミアリーグに、3人いるのかな、あ、4人か、分かります？富安、遠藤、三笘、はいはい、うん、誰だ、橋岡、あ、それ知らないです、あ、知らないですかね、どこにいるんですか、あの、なんとかっていうところに、なんとかっていうところに、あえ、日本で活躍して欧州行ってるんですか、そうですね、欧州はね、シントトロイデンって言ってね、あ、なんか聞いたことある、あの、あそこはに日本の、あ、そうそうそう、オーナーがやってるチームなんですよね、うん、なんかあそこに結構いるんですよね、あ、日本人が、うん、なんか聞いたことある、だからこう頑張ってその日本との架け橋みたいなことをね、うん、してくれているチームがあって、で、うん、そこで目をつけられるとこういろいろ分配されていくわけですよ、うんうん、だって冨安とか遠藤もそうだと思うんですからね、もともとはね、アンダー23の子とかでもいましたね、確かシントとトロイデンでしたっけ、ああ、はい、はい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 、キーパーもそうか、あ、なんかそうだったような気がするんですよね、うん、そうですね、うん、うん、そう、なんか本当あそこがこうつなぎ口ですね、あ、そうなんですね、はい、まあ、で最終節終わって、最終節終わって優勝したのはマンチェスターシティ、はい、シティ4連覇なんですけど、リバプールでしたっけ、はい、エンドはリバプールで、でアーセナルに富安がいると、はい、富安は昨日スーパーゴールを決めました、あ、はい、いました、はい、うんうんうん、そうです、僕はだから昨日3時ぐらいまで見てたんですけどね、おおおおダゾーンですか、ダゾーンで、ダゾーンじゃないな、ユーネクストだな、あ、ダゾーン入ってるのにユーネクストなんですか、そうです、あら、まあ、うん、ダゾーンは J リーグとか見るために入ってるんですよ、はい、はい、ダゾーンでも海外、ワウワウはチャンピオンズリーグとか見るために入ってるんですよ、へ、あ、それぞれ強みがある、そう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 、え、でもダゾーンなんか普通にプレミアリーグもやってるんじゃないですか、いや、やってないです、あ、そうなんですか、ユーネクストですね、スポーティービーナーっていうのがやってるんですか、何個サブスク入ってる、めちゃめちゃ入ってますサッカーのためにねまああとちょっと巨人も見たいから、まあ、ダゾーンは別に入っててもいいんです、まあよくよく考えてみると3000円とかね、うん、2000円とかですからね、そうでしょ、うん、まあ、4つ入ってたところで月1万円とかですから、うん、まあ、確かにそうなんですよ、そういう先生レベルになると思う、レベルはあんまり関係ないと思う、余裕中の余裕なんでしょうけど、いやいや数千円ですからね、いや、はい、もうすぐね死ぬんですから、これぐらい入ってもいいじゃないですか、ね、で遠藤は、そう、うん、で、まあ、遠藤もね残れるんですか、うん、ちょっと監督が変わるんですよ、ね、なんかちょっと、うん、オランダのフェイエノールトの監督だった人が次の監督になって、うんうん、だからまあそこでね、もう日本人とかアジアはやっぱりその監督によってね、うんうん、どういううまく使ってくれる人もいれば、そうそう、はい、そのメンタル的にもその戦術的にも合うかどうかで、うん、全くわからないね、うんうんうん、はい、ただ冨安に関しては昨日も、うんうんうん、活躍してるし、マンオブかなんかぐらい活躍したんで、うんうん、はい、まあ、残れるんじゃないかなと思いますけどね、はい、はいはい、まあ、うん、じゃあ彼らはこれからオフシーズンに入るんですか、そうですね、はい、また8月ぐらいに始まるって感じですかね、うんうんうん、なんか悪い情報は三笘がね、やっぱり悪いっぽいですね、よくない、はい、僕と同じ病気の噂もあって腰の、はい、脊椎腰椎分離症って言って、うん、それは手術しないと根本的には難しいだろうなと思うけど、あんまり詳しい情報出てないので、けどきっかけはタックルだったでしょ、いや違うんじゃないですかね、タックルとかもあったと思いますけど、はい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 、もうブライトンがね選手がいなくて、はい、もうみんな満身創痍だったんで、あー、ね、ヨーロッパリーグにも出てたから、こうもう3日おきに試合とか、あ、うん、あのタックルの後試合には戻ってたんですか、ちょっと戻ったけどやっぱりダメ、あ、そういうもうそっからダメいう感じでしたね。そうなんですね。うん、あんなすごい選手はね、本当もったいないんですけど、またね代表に戻って活躍してほしいですよね。はい。まあそんなちょっと明るい話題を最初にしつつ、
はい、はい、だんだん暗い話に暗い話になるんですかこれ。はい、うん、まあちょっと振り返ると少し前にあの東京15区補選っていうのがあってですね、うんうん、ここでも、保守党推しをねちらっと言いましたけど、うん、まあ、そういうのもこう終わって、うん、で次の注目はこの東京都知事選挙なんですよ、うん、はい、うん、もう7月だったかな、うんうんうん、投開票が、うん、だからもうすぐなんですけどね、うん、でこの今ネットで大話題の大バズりの石丸、うん、市長、元市長広島、ね、現市長、元市長、あ、まだ現、まだ現かな、分かんないですね、はいはい、もう辞めることはもう宣言しているという感じですよね、うんうんうん、で、まあ、これがですねもう一番今の話題、うんうん、だからもともと人気だったんですよその市長の時、うん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 、僕もよく見てましたよ、はいはい、そうですか、一回見るとずっと流れてきますから、ね、そう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 、はい、ねえ今 AI ですから流されますよね、はいはい、YouTube 流れてきます、ね、切り抜きがすごすさまじい切り抜きだし、うんうん、もうわけわからない人でもこの人の動画出してたら何万再生ってされるから、ね、みんなこぞって出してたと思うんですけど、うん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 、でまあねそういうふうに一見人気ではあったんですけど、うん、まあ、いざここへ出てくるとですね、うん、やはりいきなり全国区というか、はい、みんなの注目が良くも悪くも集まって、うんうん、この人のその本質的なところが明るみになってきているというところなんですね、はい、うん、まあ、細かいことも言いたくないというかもういいんですけど、うん、まあ、とりあえずちょっとリベラルな人だなという、うんうん、左巻きっていうタイプの人っぽいんですね、うん、過去のツイートとかを見てると、はい、うん、まあ、そこがネットではもう大炎上のもとに並んでいるという感じですね、うんうん、その辺いかがですか。東京都知事はもうどうでもいいですか、まあ、どうでもいいとは思ってないですけど、まあ何かこう、うん、その今のあの東京というかいわゆる大きなところの政治も含めて、はい、うん、まあ何かこう変えていかなきゃいけないのかなとは思いますが、はい、そうですね、まあ、まあどう変えるかでしょうけどね、そう、はい、その中で、まあ、満を持して、うん、まあ、しっかりとこう人気取って、うん、今回出てきたって感じですから、そうですね、はい、で、まあ、まあ、前回がね小池百合子、その前は舛添でしたかね、うんうん、舛添まで行くんですかその前って。舛添じゃないですか。そんなに小池百合子長いんですか。じゃあ長いですよね、はあ、うん、コロナの時もなんとかディスタンスとか言って毎日出てたじゃないですか、はあ、はい、まあその頃はそうですよね、うん、でその前って舛添さんでしたっけ。築地移転とか、はい、ね、豊洲の移転とかね、はいはいはい、ありましたよね、はいはい、なんか汚染されてるだろうなんだろう、はい、うん、まあとにかく、まあ、僕が言ってるわけじゃないですけど、うん、まあ、とにかくもう批判がすごくて、うん、小池百合子もね何一つちゃんとやらないと、うん、いうことでね、まあ、誰が来ても、まあ、雰囲気だけでやってるんですよね、うん、まあよく言えばマスコミ操作がうまいと言われてもいますけど、うんうん、だから今度こそちゃんとした知事を選ばないとねというところなんですけどね、はい、この人、まあ、一瞬燃え上がったんですけど、うん、まあ、違う意味でちょっと今燃え上がってるので、うんうん、でこの後どうですかね、まあ、日本保守党が出すか、うん、小池百合子がもう一回出てくるのかとかですね、うんうん、まあ、見どころは多いんですよ。大体都知事の選って何十人も出てくるじゃないですか、うん、はいはい、はい、また出そうですね、一回言いますね、露出できるから、はい、うん、なんか本当はなる気がないけど、あ、とりあえず名前だけでも載せてくるみたいな、最近のね、翼の塔とかね、そう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 、ああいう感じのも出てくるんじゃないですかね、はいはい、うん、まあどうなんでしょうね。ちょっと僕もよくわからない。どんなことしたいのかまでは聞いてないので、はい、まあ、だから候補者がね、もうちょっとしたらいろいろ揃ってくるんでしょうから、はい、うん、また盛り上がるんじゃないですかね、うん、まあその左かどうかちょっとかっていうのはちょっとよくわかんないですけど、うん、僕は個人的には面白いんじゃないかなと思いますけどね、うん、はい、はい、やってくれたら、そうですね、うん、まあ今よりもは
いいんじゃないか説もありますね。うん、はい、まあね、できたら積極的に選べる人がね立ってくれたらいいし、うんうん、まあ、僕は個人的には北村弁護士あたりに期待してますけどね。マジか。あ、お、うん、まあ、これが、まあ、僕の中では最右翼かなと思ってます。了解です。え、そんな話もあるんですか、出るんじゃないか、うん、まあ噂レベルで、ね、あ、そうなんですか、まあ、みんなの期待も含めて噂にはなってますけどね、はい、北村弁護士よくこっち来るんですよ、確か。北村弁護士、はい、よくこっちとは宇和島じゃないですけど、松山とか。あ、そうですか。確かそれは言ってもいいことですか。確か声がちっちゃい。確かどっかだ、僕の結構身近な人が顧問、はいはい、弁護士ですよね、はいはいはい、顧問弁護士だったような気がします。身近といってもとちょっと遠い身近ですけど、うん、もう 顔面識もあって名刺も交換したことがあってっていう人の顧問弁護士じゃないかな。まあゴルフ好きですね。あ、まあ、愛媛なんかいいんかもしれない、ね、あ、確かに、うん、なるほど、はい、それは貴重な情報を得ましたね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ後半ですかね。そうですね、うん、で後半ちょっとその市長の下の写真がですね、うん、これ何のあれかというとですね、うん、国内の賃金が上がってるって話なんですよ。ああ、はいはい、うん、上がりますよ、それあんだけ上げられたら。ああ、あんだけっていうのはその何でしょう。毎年毎年最低賃金、最低賃、あ、はい、最低賃金でね、はい、うん、いやだから今物価も上がってるじゃないですか。はい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 、あ、で、うん、結構春闘とかも、うん、もういいねで、ね、うん、各企業即決したりとかしてますもんね、うん、いや今日ニュース見たらなんか 5. 何パーセントとかね。そんなに上がっちゃったんですか、うん、あらまあ、物価が上がってるのもすごいって聞きますけど、キャベツが1000円とか。あ1000円は高い、うん、1000円は高いし、はいはい、ブロッコリーも350円とか、はいはいはい、一束、はい、うん、いや本当追いついていかないと、いろんな意味で、うん、僕らの収入もそうだし、うん、売り上げもそうだし、うん、カレーとかラーメンはまだそんな目に見えた影響はないんですか。いや、あるでしょうね。あるでしょうね、一言見てないだけで。あ、見てないんだ、はい、あんまりはっきりと見えてこないだけで。あ、まだ見えてない、じわじわと来てるんでしょうね。まあそうでしょうね、はい、だから月末の決算見て、ってなるんじゃないですか。そうですか、きっと。分からないけど、うん、まだ余裕ありそうやな。ない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 。まあね、はい、だからこれは、まあ、給与上がって万歳で多分済まないじゃないですか。まあ企業の元気がちゃんと取り戻せてる状態だったらいいんでしょうけど、うんうん、そうですね、ましてや中小の雇用においてね、うん、こんな給料上げてたらもう無理でしょう。そうなんですよ。そうなんです。で、やっぱ給料上がった分みんなの働きが上がって、うん、なんだろうか、企業がいい循環に回っていき、うんうん、売上も上がり、うん、だったらいいんですけどね、はい、でもそんな給料上がったから今日頑張ろうとか思ったことないでしょ。なんですよ、ね、給料でも上がった瞬間は嬉しいって、うん、まあ、それは頑張ろうってちょっと口に出すぐらいは言うでしょ、うん、まあ給料日ぐらいかな。そうで、それが当たり前になるともっと上げてほしいになるから、うん、そうだよね、基準がそこに上がっちゃいますからね、うん、今度はね、うん、まあ、でも上げないとその生活がねだんだん厳しくなるというところなんですよ。はい、はい、で、まあ、それを踏み台にしてね、今日最後の話題いきますけど、オンを踏み台にして、はいはいはい、まあ、去年からちょこちょこ動いてはおりますけど、うん、姫プロというプロジェクトをですね、はいはい、まあ、愛媛スマート TV でも今年もやりますよと、はい、明日ぐらいに、はいはい、明日ぐらいに明日ぐらいに何をやるんですか、はい、リリースをね、あ、リリースを明日、はい、やろうかなと、はいはいはい、思っております。うんうんうん、まあ、今回はですね、うん、なんかできるだけ多くの愛媛の人々の、うん、収入を上げようと、まあ、そういうふうに今年はちょっと修正をしまして、うん、その基本的なところの学びは
もう無料で全員やってという感じにしようかなと、はい、ほうほうほう、うん、そしたら例えばね大きい金額じゃなくてもみんなの収入が1万円ぐらい例えばね上がったとしたら、まあ、人数が多ければすごい威力があるじゃないですか、うん、県として、うんうん、例えば1万円かける1万人だったら、うんうんうん、いくら、うん、1万人かける1万円1万円だと経済効果は、うん、ゼロがゼロが100億円です。100億円、はい、そんなないです。大谷の月給じゃないですか。まあ1億ぐらいね。1億ぐらい。はい、はい、まあ、10万人だったら10億じゃないですか。はい、経済効果。だからたった1万円でもね、やっぱりこうね数が増えればこんなに威力があるわけでね。うん。うん、なんか愛媛のために。うちらこれ放送をねボランティアでやってるわけですから、うんうん、まあ、ついでのボランティアでやろうかなという感じですね、うん、はい、フリーでね、フリーで、姫プロフリーというタイトルで、はいはい、一応明日ぐらいね多分間に合うと思うので、はいはい、まあ、遅くとも今週中には、え、どうやって知れるんですかその内容は。その内容は、まあ、SNS 経由が、うんうん、まずは最初はそうなるかなと思いますけど、インスタ、うん、あと、まあ、リアルではこういう登録カードみたいなものが、うん、愛媛中に配布されるので。お、そうなんですか。はい、あら、それでみんなでスマホでピッとしたら、まあ、一定期間受講できる、しかも無料で、はい、うん、いうことになっております。動画が見えるんですよね。動画見えます、うんうん、僕とか大谷さんが喋ってますし、喋ってるやつこの前撮りましたね撮りましたよね、うん、はい、ということで、まあ、これをきっかけにね、うん、まあ、それをしたから絶対何かね起こるとは言い切れませんけど、うん、まあ、ちゃんと取り組めば起こると思いますし、うん、はい、まあ、できるだけ多くの人が手に取ってもらったらなと、はい、はい、思っております。はい、お楽しみにということで、はい、交互期待、はい、はい、明日以降、各 SNS で、そうですね、リリースになります、まあ、インスタとかね、はい、まあ、いろんなところで出てくると思います、はいはい、また見ておいていただけたらと思います、はい、さて、はい、ね、5月ももうすぐ終わりまして、次放送の頃にはまたいろんな動きが多分きっとでしょうね、あると思いますんで、はいはい、もうそれこそ都知事選直前とかになってると思いますね、うん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 、はい、もありますし、まあ、姫プロの状況とかもね、うん、はい、そうですね、アップデートできると思いますし、うん、はい、まあ、僕のラーメンも多分もう超直近ですから、日はさすがに決まってないですね、決まってないですけど目標は7月1日です。1日、はい、ちょっときつくないですか。ちょっときつい、うん、はい、30日ぐらいしときますね。もうそれやったら8月1日じゃないですか。そう、まあ、あの約束はちょっとまだできないですけど、うん、ちょっと目標としてそこで動いてると、はい、で大津ですね。はい、大津です。はい、皆さん行きましょう。はい、インスタ始めましたんで。あ、そうですか。はい、まだあの人知れずちょっとずつちょっとずつ投稿してますんで、うん、じゃあそのインスタはこの動画の概要欄に、はい、はい、はい、また見といていただいて。買ってないかもしれませんけど、探してください、はいはい、多分週月で検索すると出てくるかな、うん、はい、はい、そうですか、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ今日はこんな感じで、ね、まあ、頑張りましょう。はい、頑張りましょう、ね、はい、はい、では最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ポチッ。